飛鳥さん行ってみるか、ちょっと、もし暇ならぐらいで。あ、です。あ、お疲れ様です。すいません、なんか変なことにお呼び立てしてえ、どういうことですか？キャラランクですか？キャラランク、ちょっと飛鳥さんにめちゃくちゃ聞きたいんですけど、はい、これ、使っててモテるキャラランキングを作ってるんですけど、しょうもな結構いろんなプレイヤーの意見聞いてるんですけど、ちょっと なるほどですね。女性に聞くの飛鳥さんが初めてなんで、はい、上2つとかは結構自信あるんですよ。え、本気で言ってます？え、嘘、なんで？本気で言ってます？え、嘘。え、これは、はい、これ女性目線からじゃなくて男女問わずモテるキャラランクってことですか？いやいや、完全に女の子にモテたいだけのランクですこれは真ん中はともかく S と D は結構自信あったんですけど、 D は、まあまあまあ、うん、D は、うん、いいと思います。D はいいと思うんですけど、でも ブランカも、あ、ブランカも私の中では結構 D なんです。あ、ブランカも D ですか？はいはいはい。いや、まあまあまあ、まあ、でも今回ザンギは C ぐらいなイメージですね。え、ザンギ上げるんすか？ザンギはブランカよりも上がる気がするんですけど、でもとりあえず一番上の S は、はい、男性がこれ使ってモテるキャラランクってことですかね。ケースをもう教えますわ、そのイメージしてる場、シーンを、ね、スト6合コンがあったとして、はい、初めて男の人と喋る、女の人と初めて喋る同士、その日その場で、はい、で女の人が、え、キャラ何使ってるんですかって聞いて、パラッパラパラって言って、はい、モテる、ジェイミー使ってますって言ったら、もうモテるんじゃないのかっていう。モテないですよ。ええ、モテないですよ。だってジェイミーは、うん、こう確定反撃かなと思ってこっちがコパンをしたりすると、そこに自動差し返しみたいに届かない間合いで相手が美味しい思いするじゃないですか。ああ、そうですね。立ち中継とかしゃがみ中盤とか。モテないです、モテないですやってることがセコい。これは完全に個人の意見なので、ジェイミーはモテないです。ただジェイミーっていうキャラの見た目はかっこいいと思いますよ。ああ、なるほどね。つい見とれちゃいますね。はいはいはい。見た目は、まあビジュはいいよと。ビジュはいいですよね。もうどんどんお酒飲んでって内心思いながら、でも飲まれるといやーって思うけど、まあでも髪ファサーってなったらはーはーみたいな、はーはなります。はいはいはい、なるほどね。え、じゃあジュリエスは悪くないですか？ジュリ使ってる男性が S ってことですよね。ジュリ使ってる男性はモテるというイメージですあ、なんかジュリ使ってる男性チャラそうなイメージありますよねあ、そうなんや。あ、チャラそうか。すごく個人的な意見なんですけど、はい、やっぱ男性には同義キャラを使ってほしいなって思うんです。あー、なるほどね。どうしても。はい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 。え、じゃあ、はい、もう今このパッと見たランクで、うん、もうじゃあまずここ違うっていうのあるんやったら、飛鳥さんちょっと言ってほしいんで。上位に来てほしいなって思うのは、うん、剣龍龍使ってるのかっこいいです。おー、あとはまあまあルークも入るかな。まあ道具はかっこいいですよ。なるほど。じゃあもう道着は全部ここと。道着はもう手が高いです。はいはいはい、はい、ちょっと今回の件あれかもしれないんですけど、まあでも道着は手が高いなと思う。え、じゃあ豪気もかっこいいんですか？あ、豪気超かっこいいです。あ、マジか。なるほど。はい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 、はい、あ、でもあのベガはそんなかっこよくなかったですよ。あ、もういないいないキャラなんで大丈夫です。もういないキャラなんで、いないやつのことを言うのやめましょう。なるほどね。あと、マノンはもうちょっと下です。あ、マノン下な。え、理由何なんですか？え、マノンはあの綺麗な顔して許されてるかもしれないけど、この方中身ザンギより立ち悪いと私は思ってます。あなるほどね。でもジェイミーとジュリなんですね。いや、もうこの2キャラは絶対モテるだろうなっていう妄想です。なんか陽キャっぽくないですか？チャラそうってことですか？なんかフランクそう、よく言ってフランクそう、悪く言ってチャラそう
これ本当このキャラ使ってる方嫌な思いしたらごめんなさいね。勝手なイメージですからね。まあ、チャラそうは確かに。え、じゃあやっぱそこは評価下げます？ちょっと。いや、私個人的に多分道義が好きすぎるんですよね。ああ、だから主観なんですね、そこは。主観ですね。いや、じゃあちょっと一個一個洗っていきますわ。一個一個、あ、じゃあいきます。うん。まあまあ、ここはとりあえず置いていくとして。まあまあ、そこは置いといて。はい、マリーザは結構ね、女性受けいいと思うんですよ。うん、ああ、まあ、そう悪くはないですよね。うん。で、でラシードどうですか？シードは自分の彼氏がラシード使いだったらってことですよね。それかネルトンパーティーやって。ね。そう。わかる人つ。大丈夫ですか？みんなついてくれてるから。待って今年年年出た。ネルトンパーティー。ネルトンパーティー。じゃあ私は一応認知させてなんですけど。はいはい。ネルトンパーティーしたとして、はい、相手がラシードと当たったら。そうだからそれかもうじゃ A のこのじゃ8人の男性とマッチしてえ何使い行こうかなみたいな。あマッチしたらいやもう源流は来ますね。あ行くここは行きます。あはい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 、やっぱここじゃ道理の評価高いね。できれば男性キャラを使ってほしいなっていうのは多分内心ある。ああなるほどね。うん、なるほどなるほど、男は男性キャラ使ってほしい、使っててほしいかなって。まあまあキャミー使ってる方はかっこいいなと思うんですけど、いやジェイミーっていうキャラがかっこいいのであって、ジェイミー使いがって言ったらちょっとまた謎ですよ。ちょっと疑問の余地あり。そうですね、はいはいはい、そこのジェイミーとケンとリュウはあのシャッフルはありですね。あもうここまである、ここで剣か竜かどっちかが上へ行く。え、たかし S マジ、ね、なるほどね。たかし、まあまあどっちかってる剣かな。まあ剣、まあ剣剣そうっすね。さすがに剣や、さすがに剣や。いやわかった、じゃあ交換じゃなくていいから、もうこれはこうしましょう、こうこうで、うん、これはこうで。まあ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 、ジェイミー使ってる方とか。ナルオ。あ、ナルオさん今ジェイミーなんですか？あ、てかずっとジェイミーですよあいつ。リュウは使ってないんですか？いやいや、やってるけどメインはまあジェイミーかなんならルーク。ナルオさんはじゃあモテオってことでいいんですかね？いや、てかむしろ、はい、最初こうだったんですよ、はい、なのにナルオが、うん、いや、道具にゃジェイミー最強っすって言ってこうなったんですよなるほど、そうナルオさんの意見のジェイミートップティアだった、ね、あ、そうっす。あ、なるほどね。で、主観も入ってますかね。というか、主観だっただって感じですね、今聞くと。OK です。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。